どうも、パフォーマンストレーナーの宗之助です。今回はですね、リクエストというか、動画の紹介があったので、ちょっと見たいと思います。で、最近ですね、シャイニーかな？の、ニッキー、あー、テミン君の動画を結構出してるんですけど、そこでニキ君がすごく尊敬しているということでですね、ファンの方から、シェアしてもらえたんですが、ちょっとね、画質が悪くて、で、僕の使ってるモニターが 4K なんですよ。で、ちょっとね、その画質とのちょっとこう、ラグが出てしまうと思うんですが、ちょっと見れる範囲でやりたいと思います。これすごいっすね。ちょっと行きましょう。ニキ君、海外でも結構、すげえ。おお、ちょ、待て。急に入ってくる、ニキ君。うーわ、柔らかい。やっぱね、獅子の力、手の、もう本当に力みが全くない。テミン君と何が違うかって言ったら、まあそんなもうダンスの世界のレベルなんで、僕が何かぐちゃぐちゃ言えることじゃないですけども、体の質感の違いって言ったら、ニキ君の方がもっとこう、オビアスっていうかこう、なんていうか、なんつうんですかね、明確な体の動きというか、テミン君は、なんつうんですかね、僕、体の使い方が、とにかくよく僕が言うんですけど、こうなんかね、どっちかというとこう、陽と陰ってあって、こっちは陽系ですよね。僕からするとちょっと陰系なんですよね。そう。これは悪いこととかそういうんじゃなくて、これ体の表現の仕方っていうか、そうそう。ダイナミックの陰もあるし、そう。その黒い、ダークサイドの、なんかそのいいな感じ。こっち、ニックの場合、陽系なんですよね。まあ、表情とかもあるのかもしれないです。でも僕ね、でも体の動きはそういう感じなんですよね。ニキ君はとにかく、意外とこの骨格が細いんだけども、結構広く見えるタイプ。実際見てないから何とも言えないけど、それをもうほんとね、最大限に使う。んーと、無駄な力ゼロ。ほら、もう脱力しかないですよね。うわ。そう、今のこのジャックアップの動作も、テミン君の場合だと思ったね。なんつうんだろう、こうね、ゴーストのようにぐわーってこう来るんです。それが、ぶわーってこう動くのと、またちょっとそれも面白いですよね。まあ、化け物な、うわ。これはニキ君畳みかけてくるぞ。おお、こういったところすごいよね、ニキ君。うーわ、ここの、こう戻る。プンプってこういう質感の出し方とかすごいっすよね。でも完全に、ほんと肩から肋骨から下半身の力はスコーンと抜けてて、手流した時のブーンバーンってこの人の入り方っていうのかな。ブーンっていう。つなげた時のこのボディじゃなくて腕のヒットがクーンってこう、入るのかっこいいっすよね。こことかぶち当てるとことかもそうですけど、まあ、手斜め下にこう伸ばした時の人の質、ここの質感とか、本当にバランスっつうんですかね、人の入り方のバランス。ボディも入ってですけどね、バイブル入ってますけどね、顔に。ここのぶち当てるの、この、なんつうんですか、当ててきてないんだけど、ハマってくるような、このしなやかさの、はめる、ヒットじゃないんで、ヒットっぽいんだけど、ヒットじゃないんだよね。ヒット、
ぽくやってんのかも、もうわかんないレベルだね。もうウェーブ超綺麗。うぅ。これ流しでやってんでしょ？まあね、ね、そうですよね。この細いこの骨格をめちゃくちゃダイナミックに柔らかく使いますね。で、皆さん JO1 のレン君とか言うんですけど、エモテとかって言ってね、手先、指先、指超綺麗ですよ、ニッキ君ね。もうとにかく弛緩してる、指先が。な、全く力まないでしょ。この特徴っつったら、もう腱鎖関節外れてるような感じです。強鎖腱鎖が。もうほんと背骨っていうかもうこの背骨の必要最低限の起立筋と多裂筋とが、もうそんな部分だけ、そのちっちゃい部分だけが最小に動いてるだけな繊細な感じですよね。羨ましい、ほんとに。こんな力みなく動いてみたい。マジでこういうウェイトなんかしたらもう一発で終わるから、ほんとに。踊り込むだけでいいんだよ。柔らけー、螺旋が。うーわ。見てください、この手。全く力みがない。手ってこの指先ね。ちょっとラグが出てます。うわ、最悪。このファン叩くんだろう。しないか。やっぱこうなんかシルエットが結構こう、ダイナミックというか、いや、本当そんな力、もう本当そんなガチでこう踊り込んでないからあれですけど、見せ方がこう、広いですよね。ハイブさんの特徴なのかもしれないですけど、ちょっと動画がね、素晴らしい。うーわ、肩の力抜けてる。うぃ。素晴らしい。まあ、これすげえ覚えてますけど、もう、テミン君とかは、なんつうんすかね、もうほんとね、こう。暗い空間の中でこう動くような感じですけど、ニキ君の場合は若さがある。でもダンスはその人のね、表現だからまた面白いですよね。こう一人一人のこうね、人のつけ方、うまっ。これもそうですよね。もう肘先からのもう動きなのか。全くほんと、僕とかはなんでその力みのことを話すかっていうと、もう手とか握る力が力んでくると、もうね、何も始まらないんですよ。力が体に入ってこないんです。それは僕人を、まあ、こういうことやるやつやってるから、掴んだりとか、取ったりとか、あと僕らってこう、まあ、ことあんまり言えないですけど、こういう、武器というか、まあ、物をこうやって隠し持ってたりするんですよね。その、持ってる時に、この指がどうだとか、この指先に力がこうやって入ってどうのこうの言い出したらもうね、話が進まないんですよ。すべてそうなんです。刀の鞘引きとかの、そういった、解説してる方の話、ぜひ聞いてもらいたいです。人間の所作、もう全部の動きに関して、すべての動きに関して、末端の力みが入るだけで終わるんですよね。ダンサーさんなんかも特にそうです。見せ方はこう見せてるかもしれないです。だらついてはないです。
そう、見せ方はまっすぐで力を入れてるように見えるんですけども、ただこうやって力が走ってるだけですよね。うん。それでどこから動かすかっていうのはもう本人次第のコントロールですけど、だいたいこういう感じで動かしちゃうんですけど、まあまあもうみんなここに来る一流の人たちっていうのは、体に近いところからだけ、こっちはもう固定。固定で動かす部分は体に近いところで多分アームスを動かしてると。だからこそ股関節のアイソレが入った時に自由化されて動けると。ここ上肢にとらわれてくると股関節がそんな自由に動いてこないです。リアクトが遅れるんで。こういったスライドとかの。すごく細かく言うとね、ダンサーさんっていうのはまあどう考えたって感覚お化けなんで。だって今のこう足を後ろに流す、まあ、こうやってウィングスみたいなハウスのね、こういった動作してもさ、もう完全にこのクロス、ラインって言って、体格のラインしっかり取ってくるじゃないですか。台眼のライン。これクロスラインですね。何でもそうですけども。エアロビクスとかの基本とかでも全部そうですね。ポイントするラインっていうものはちゃんと角度が全て自然に揃う。まあ、これは、踊りをする上では多分どの世界も当たり前だと思うんですけども、センス使うのも全部そうだと思うし、そういったところがもう天才的にふわってもう完全にこんな抜きの動作でもふわっと入ってきますもんね。うん、柔らかい。こんな流しで踊らないでよ、本当に。あら、スパイも出てきた。本当すごいですよね。本当に。ニキ君とかは。まあ、こんな日本人が、僕はもっともっと日本、あ、ニキ君が日本語喋ってたの初めて聞いて、なんか嬉しくなりましたね。前日本来てた時ね。僕 YouTube で見たのかな。そう、一人でね、日本人で頑張ってるから、なんかもっともっとフォーカスしてもらいたいし、すごく AI 君は人気なんだなっていうのも再確認したし、これからが楽しみっていうよりは、どうなっちゃうんだろうっていうところですよね。っていうか、なんかもっともっと、なんかニキ君の持つ能力とパフォーマンスをたくさんアウトプットするコンテンツだったりとかを出して、欲しいですよね。なんか彼が作ったコレオグラフとかね、彼が得意とする例えばポップだけとか、なんかそういったのもすっげー見てみたいですね。それでは。